ゴルアケ18日が初日になりました。18だよね、合ってるよね。18、18日、そう、2公演ある、その日2公演。大丈夫そう、初日やばいね、期間が短すぎて18、いや明日イベントだからね。そう、あんまりやってるとイベントが不安だからあれだから、そう、明日はイベント、まあ覚えたけど、ちょっとは覚えたけど、そうイベントの練習もしなくちゃいけないから、並行してやんないといけない。ちょっとだけユニットまで、さっきギリギリまでユニット覚えてた、ユニットまでちょっとだけ、半分以上残ってる、覚えるの。明日はティフ、そう明日はティフ、ない曲わかんないな。公演の曲、踊ったことない曲、あーでも確かに多いか、踊ったことある曲もまあまああるけど、でもリセットよりか多い。リセット公演はあんま踊ったことある曲なかったです、もともとあんま、初めて踊る曲多かったな気がする。だってオープニングの曲は、オープニング、なんか彼女になれますかぐらいじゃない、踊ったことあるの。そのリセット公演する前にめっちゃ前の記憶だからあれだけど合ってるか分かんないけどぐらい。ユニットもなかったはずでしょう。リセットは、リセット、うん、初めてだね。そう、3曲やったけど今までリセットのユニットで、中盤も全然ない、あと引っ越しましたぐらいじゃない、もうほぼほぼあれだったね。リセットの方があれだった。ドラケはオープニング何曲こうだったこと、まあ、フルはないけどワンハーフはあるみたいな曲が多い。この間エイトの舞台のさ、ライブパートの時あれもやってた、そばかすのキスとかドラケの曲ね、あるんだけど中盤ぐらい
のが多分多いと思う。今までは乗ったことある多分、そんな気がする、気がするだけかな。タンポポの決心ありがとう、ありがとう。でも練り歩きとかだから踊ったらちょっと違うか。あ、でもあんまないんだよね振りが。ありがとう。とタンポポの決心は卒業公演とかで歌ったことメンバーとかだから多分ドラケの方が多い。皆さんもご一緒にとか、あと何かな、あとあったっけな。オープニング、でもオープニングはそんな感じか。多分ドラケの方が今まで踊った曲あるのが多い。全体曲のイベントもちょっとね不安なんだよね。こんなあのさ、なんだっけ、劇場の練習ばっかりしてたらさ、ちょっとやんないと、うん、イベント明日だからね。明日何時か、明日タイムスケジュール出てたよね、ツイッター。ちょっと待って。何時台って言われる。21時とかじゃなかった。21時台だったっす。ちょっと待ってね。この公式のツイッターにイベントの。明日の スケジュール、ちょっと待って、今日のしかちょっと明日のが見たい。明日のタイムスケジュールどこ、公式のずっと、え、今日のしか、え、私なんかどっかで見たんだよね今日。うん、今日のやつを貼られてるけど、どこで見たっけな。分かんない、どっか行っちゃった。ちょっと待って、え、今日、あったあったあった、びっくりした、あったわ。21時からになってる、21時台、21時からかなこれ、分かんない、なんか21時台出演は18時から開演で21時台です。どうしようかな、ちょっと迷ってるんだよね。間に合わないかな夜。21時台でしょ。え、怪しいかな。したら朝にしなきゃなんだけどさ、朝何時だろう、10時とか。夕方はね、できない。軽くネタバレしてる？してないよ。タイムスケジュール出てるもんだって。
ツイッターでネタバレじゃないですよこれは、公式で出てるやつですね。さすがに出てないやつ言わないよ。夕方はできないね。会場とかで配信するのちょっと無理だから。遅くなるかな、どうだろう。じゃあ10時から朝しとこうかな。それならしたら多分夜はないね。夜ちょっと練習する、まあ、劇場の。それならちょっと練習にやってる、やってようかな。どうしようかな。そうだね、10時ぐらいかな。何時に終わるかちょっと分かんないな。分かんないからあれなんですけど、書いてないから終わる時間。ツイッターに分かんないよね、終わる時間なんて。どうだろうね、明日のスケジュール、タイムスケジュールはツイッターに出てる。9時半で終わりってやってるけど分かんないから、どうだろう。深夜までやる、それはないでしょ。深夜まではやんない。じゃあ明日10時からしようかな。朝10時ぐらいかな多分。私は何時に出なきゃいけないんだろう。多分10時ぐらいだったらできるはず。10時から始めれば大丈夫なはず。10時かな明日は。朝の明日は多分夜やんないね。明日はちょっと覚えないといけないから劇場。夜は食べないね。朝やるんだったら。さすがにちょっと覚えたい。劇場。ああ落ちた。公演いつぶり ？B 公演は初日だけど、その劇場に立つのは。4月にリセットの千秋楽出て、それ以来かな。
そう、その千秋楽の後に新婚が始まったからね。やっと。より初日なんか早かった？私はもっと早く出たかったんだけど、ちょっとさ、そうで公園出たいですって、出たいですって感じじゃないんだよねこれ。うん、そう言ったところでなんだよ、そういう感じのやつじゃない。自慢があるから。そういよね、私も早く出たかったんだけど、自分でどうにかできるものじゃないから。ちょっと遅くなっちゃったけど。本当はもっと早く初日出たかったけど、まあ仕方ない。MB のメンバーと合わせたリハってこと？リハまだです。だリハ今度いつやるんだろう、当日。覚えなきゃ。もっと初日の人が多ければあれかもだけど、何人も半分ぐらいいたら前日とかにあるかもだけど、そんなにないか。一人かそもそも一人だった。そう、多いんだよね、一人だけ初日のパターン。私そうケアの時も、ケアその16人の時も一人で初日で、8人のやつは全然出れなくて、一人で初日、まあ千秋楽だもしかしたらそりゃそうだろうって感じだけど。で、でも8の16人を忘れちゃったな。16人の時何人かいた気がするけど、8人の時は光るも初日だった。でも多め、1人の時。
一日私だけのはず、私だけ。目立つし、まあそれはそうなんだけど、それはそうなんだけど、逆に考えれば一人だから、そのみんな出てるからもう慣れてるとかさ、分かってるじゃん、なんか何回かやってるから。私初めてだから不安なんだよね、普通に。でカメラに抜かれたりするでしょ、初日はちょっと多めに。分かんないけど、その時によるかもだけど。だからやばいのよ、間違えると。それはそうなんだよね、いつも。一人の方が緊張するんですね、初日一人の方が何人かいたらまだ仲間がいるみたいになるけど。リセットとかめっちゃ緊張しただってもう普通にみんな何回もやってるからさ。間違えてみなすの最悪じゃんやだよそんなの絶対嫌。リセットなんで、リセットはちょっといろいろあったんだよね。そうなんだよね。いろいろ理由がある。三つ編み公園ではね、三つ編みあんましないんだよね、コンサートとか崩れやすくて、三つ編みってすごくだからあんましないです着替える時とかこう髪飾りつけたりとか、つけたり外したりするから、公園コンサートとかさ踊るし、崩れやすくてだからしないです。あんまりなんかイベントとかちょっとだけ踊る曲がそんなに少ないとか、あとかな、間で着替えたりするのがないとか、そういうのじゃない限りしない。崩れちゃうんだよね、私三つ編みすごく。めっちゃ気にして踊るのが嫌で可愛いんだけどね、しない、三つ編みはしない、崩れやすくて。私は人によるかも。でもありがとう。あ、イベントの時はね、イベントの時はしたりするけど、曲数が少なかったり、イベントって間の途中で着替えがないじゃん、着替えたり衣装変えたりとか髪飾り変えたりがないからしたりするけど、コンサートとかでは基本しない。13位からランキングやます。13位、ふちにさんありがとうございます。12位、あきひこさんありがとうございます。11位、バトニーさんありがとうございます。10位、 WY アトマーク冬の守護神さんありがとうございます。9位、筋肉愛好家さんありがとうございます。8位、まあいっかさんありがとうございます。7位、ゆうまかっこ熊本さんありがとうございます。
6位香港の春マットマーク、京川さんありがとうございます。5位とわさんありがとうございます。4位ラスカルアットマークタムタムさんありがとうございます。3位としのりさんありがとうございます。2位ジョークスノーさんありがとうございます。そして1位がヒューガナッツさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。じゃあ明日の配信は朝の10時からかな、多分そのぐらい30分ぐらいかな、多分しようと思います。多分10時ぐらいからかな。朝10時そのくらい、夜は多分しないですね。公演覚える、劇場公演 B の、1時間あって1時間また今度するね。ちょっといろいろ練習しないとやばい。イベントもあるし劇場もあるちょっとやんないといけないこと多いんで、ちょっと終わるまで待って、終わったらちょっとなんか余裕ができたら長めのやつする、長めに今度配信するよ。時間に余裕ができたな。500日、あ確かにいつだっけ、あさってあさってだよな。あさってはちょっと長め、1時間できるかな、わかんないな。その時のちょっと覚えれ、どれだけ覚えれてるか私が。劇場何曲覚えれてるよるな。30分以上はしたい、絶対したいけど、チケット使ったから一日ずれました。でも良かったかもしれない逆に。そこまで使いたくはなかったけど、いや明日だったらさイベントがあるからさ、逆に良かったかもしれない。あさって14はイベントがないか、あやば、あとちょっとじゃん。明日は10時ね、10時ぐらいから、朝の方の10時ぐらいからですかね。じゃあもうちょっとで切れちゃうので、そろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、おやすみー。